皆様こんばんは。春天朗読家の三浦真希と申します。よろしくお願いいたします。それでは西本さん、今日読ませていただきます詩も西本さんがお書きになった詩でございまして、これはいつどのような時に書かれた詩でございますか？これは年末ですね。時間時が過ぎるの早いですよね。一日が早いですよね。まあそういうことを考えてもらうんですけど、まあまあ早く過ぎていくのも確かになるんですけど、時間はですね、旅してるみたいな、ね、東京は旅してるみたいな、で急ぐ旅もあればね、ゆっくりと時間を過ごす旅もね、あると思うんですが、そういう捉え方をすれば、早く過ぎていくわけじゃないけど、旅を楽しんでるということで、ちょっと、気持ち的になんか余裕的にね、余裕が。あるんじゃないかなと思って、そういうことを年末に考えてます。で、詩というよりも言葉ですけど、それを今日も読んでいただけると大変。ありがとうございます。では、今日初めてこの詩を読ませていただきます。曲は幽霊図ミヤでお届けいたします。お聴きください。時の旅人。生きるとは、時を歩むこと。生きるとは、